皆さんどうもこんにちは、プラキチです。はい、ちゅうことでね、今日はね、何を起こすんのかっていうと、はい、ソードストライクガンダム、しかもコレクションシリーズですね。はい、ではね、コレクションシリーズしか出てないんですよこれ。でね、100分の1は出てるんだよね。でも144のね、ソードストライクガンダムってね、これしか出てないんですよね。なんででしょうね。で、ディスティニーの、ソードインパルスガンダムは出てるんですよ、1G で。コレクションも出てるし、HG でも出てる。で、なんとかね、インパルスガンダムのね、ブラストインパルスガンダムはね、コレクションでしか出てないんだよ、確か。HG が出なかったの。まあでもマシだよね。ソードストライク、ソードインパルス出たんだから、ソードインパルス出たんだから。でもソードストライクガンダム、に関しては、ほんとコレクション止まり。あ、もっと言うと明日紹介する、このランチャーストライクガンダムもそうだから。これも。こいつらコレクション止まりだから。なんかしにくい。HG で出なかったらなんでだと思う。なんだろう、売れないと思ってますかね、バンダイさんが。ね。買うと思うんだけどな。でね、このコレクションシリーズってご存知のことだと思うけど、動かないです。全然動かないんで、スタイルはいいよ。スタイルはいいけど、動かないです。なもんで、こうやってほら、別売りのね、HG144、エールストライクに取り付けできる、できるんだけど、じゃあこっちの本体はどうすんだっていう話で。しかも、ほら、コレクション仕様だからほら、色がほら、ね。ランチャーもそうだけどさ。なんで HG で出さなかったのっていう感じだよね。やっぱね、俺は関係ないけど、やっぱ、子供はね、かっこいいポーズ取らせたいでしょ、やっぱ。こんなんだからね、コレクションゲームって。一応生意気に、ソード、ストライクガンダム用のシールが入ってます。はい、ね、で、今回の目玉は、これですね。いやね、これが出るって分かったらね、300円のね、300円の何にもついてない無装備無印のね、ストライク買わなかった。買いの無駄でした、あれは。あとね、このさ、コレクションシリーズのストライクガンダム、本体3つ持ってるぞ、俺。いらねえよ、3つも。てか、多分ドラマ作んないっす。多分ドラマ作んないと思う。それで言うと、ザクオーリアも余ったけどね。本体が1個。どうなんだろう、この販売方法。バンダイさんが売れないと判断したのはね、俺 HG 出したら売れないって思ったんだろうね、きっと。簡素な作りだよね。これ、ペラペラの。ペラペラなんですけど。これしかないかもね。パーフェクトストライクガンダムだっけ？よくわかんないです、いいじゃん。パーフェクトストライクガンダムが確か HG で出た気がした。出なかったっけ？ HG だっけ？なんかパーフェクトストライクガンダム。あれとはまたこれ多分違っちゃってるんだよね。形が。これしかないっすよ、だから。まとめるのは。成形色が違って見えんな、これ。カメラ越しと生だとちょっと違う。なんかギャンっぽい色ですね、これ。自動的にあれだろうね、これ。3体並べたかったら HG のこれをさ、3つ買わなきゃいけないよね。HG のエールストライク3つ買うっていう。これさ、最近でもねえか。HG でさ、ストライクガンダム出たじゃん。何年前か忘れたけど。何年前だあれ、9年前かな。2014、5年に出なかったこれ。これの新しいやつ。多分出たと思うんだよ、1300円で。あっちにこれ付けれんのかな。プレ版でも出てないよね、確かね。2014、5年に出た、この、
HG のストライクガンダム用の、なんだ、こういうと出てないね、プレマンとかでもないね。出たんだっけ？ないよな、このランチャーとソードのパックのセットとか、プレマンで出てないよね。プレマンで出てないよな、あの、最新版のフォーマットの、ソードストライクとランチャーストライク出てないよね。なんで出さないよ。今回の映画を機に出してほしいよね。なんで出さないんですかね。需要あると思うけどね。うん。動かねえよ、もうこれ。そもそもこれさ、この古い方の HG を今更買いたいかって話でさ、これ新しい方の HG につけれたらいいけど、3ミリ穴だったら、多分3ミリ軸だったら多分、共通だから、あ、つけられるのかな？これさ、3ミリ軸の穴だと思うから、こいつにもつけれるのか、これもしかして。あ、つけれるかもしんない。ってことは、あの、新しい方の HG のストライクにも付けれるってことか、これ。付けれそうだね。うん。まあ、やめてくんねえな、こういうな、強制ミキシング作業を強いられちゃうの。強いられてるんだって、なっちゃうから。うん。めんどくせえもん。うん、これな。うん。まあ、塗ればね、塗ればちゃんと HG も全然使えると思うよ。形状悪くないから。うん、あの、色分けがされてねってだけ結構きついな、これ。色分けきついな、これ。きついっすね、これ。まあね、でも俺も、それはもう、あの、スラッシュザクファントムでやってるからね。うん。あおったも HG 仕様のね、スラッシュザクファントム欲しくて。うん、やっちゃいましたからね、俺ね。これは俗に言うミキシングですよ。あの、コレクションシリーズとのミキシング。コレクションシリーズの、スラッシュザクファントム。まあ、あの、スラッシュザクファントムがコレクションシリーズしか出てないから、それプラス、HG のブレイズザグハントのミキシングしたんですよ、これ。まあでもあの、あれだよ。あの、スラッシュウィザードが色分けされてないから、この大変だよ、塗るの。うん。頂戴になったらこういうところとか、全部塗んないとダメだから。うん。楽じゃないよ、あの、コレクションシリーズとのミキシングは。まあ全然。まあ、まあまあ。出ただけいいけどね、出ただけマシだけど。ちゃんとミキシングすれば、HG とコレクションでもこうやってちゃんとほら、違和感ないじゃん。出来が悪くないんだからさ。うん。まあ、作れるんでね。作れるっていう手段を残してくれただけでも、まあ、いいのかなっていう気しますね。うん。で、まあ、明日はね、これでも紹介しようかな。うん。これね。なんかすんねえけど。こいつ株落ちてるから、俺の中で。うん。あの、ゲイチにね、ボコされたから。うん。まあ、ムーさんは武装のせいだって言ってましたけど、まあ、これはまあ明日レビューします。はい。こんな感じでね、皆さんもあの、これ手に入れられる機会があったら手に入れてみてください。多分これガンダムベースケベ東京ですから買えないと思うけどね。はい、そんな感じでね。プラッチでした。バイバイ。